それではサイコブレイクダウンロードコンテンツ第2弾の続きをやっていきたいと思います。前回はまたもやボスからね逃げるところで終わりました。でまあ一緒にねセバスチャンそしてジョセフと逃げてるわけですが、ジョセフに関してはね一度抹殺してますし、セバスチャンもねまあちょっと自分が撃ったことにして別れているので険悪な状況になるかと思いきやそんなことはない。まあこれは本編でもね思ったことですけど、どうもねお互いの認識のズレがあるようにも感じますが、どうなっておるんでしょうか。運転するところからなこの音的には、いやこれはあれか、あ突っ込んだところか、ルビックに音だけだよ完全に音だけ。ルビックにバスをね吹っ飛ばされてというかふわっとさせられてビルに突っ込んだところか。君は善と悪を見極めることができるか。またボスに支えかれてる。たまにボスが脳内に支えてる。あれバスが落ちた時にはもうすでに外にいたのか。ヒットマン下には落ちていなかった。そんな、あ銃がまた銃失った。なんでなんでですよゲーム性はやはりどちらかというとステルス、それを求められている。さあまた失ってしまった。さあでもこれで下にキットマン、このキットマンは下には行っていなかったゆえに、あのねレスリーを撃とうとしていたキットマンはこのキットマンかはわからない。シャワー浴びてくキットマン、汚れてるしそんな気はない。てか普通に雨か。これおっと、なぜかルビク、もしかしたら燃やせるか。これ燃やすの、これでどうやって蹴って、あーホールドか。普通に罠を解く要領で、おお燃やせばなんとかなるという割と原始的な罠。ああ苦しんでる。そうだよ、ルビック的には炎は割とトラウマな感じもするからな。火事でねいろいろ失ってるから炎が効くのも納得というところか。さあでもこれであいつ、あの炎、ん炎、血のねドロドロは炎で燃やすチュートリアル教わったので、助けて、助けて、お、レスリー行けないのかい。ここ頑張って乗り越えてレスリーが、レスリー方面に行くにはちょっと遠回りしないといけないか。こちらから、あれこっちから来たんだっけ、こっちから来てこっちへ行けるのか。エレベーター、でも電気はさすがに止まってそうだけど、どうやって行く、登っていくか。あれこれでも危険だ。あですよね、確かに他のルートを当たってみます。下で合流しましょう。あれでもこの声がする割には、うん、でも邪魔はしないでね。うん、一応邪魔だという認識にはなってるんだ。あれでもこうセバスチャンが、あ違うか、セバスチャンが使ってさらに落ちたんだっけこの。そうかそうか、なかなかややこしいですね。でもあの二人は今んとこね、キットマンについてはそんなに問題意識は抱えていない。なんか声がする、すげえ扉の向こうか。これは出ない、クソ向こうからめちゃくちゃ声がする。待って、開ける前に待ってくれ、ちょ手前のこれを取りたい。よいしょ、テープ。あの火事からの生還、そしてその後も耐えることのなかった親の虐待を考えると、ルベンがまだ働いていることは奇跡に近い。仕事に対する彼の動機は恐怖や金、社会的地位から来ているものではない。それはもっと純粋なものだろう。現実を再形成してまた彼女と一緒に暮らせることに心を奪われているように思える、うん、ラウラね、お姉さん。彼が負っている傷は肉体的にも精神的にも深く、亡くなった姉に対する思いは一般的な家族愛を超えている。まあやっぱそういう感じの愛だったのか。それが彼のモチベーションになっているのであれば、それはそれで結構なことではあるが、ただの姉以上の感情は持っていたようですが、なんかでも叫び声が、めちゃくちゃ叫びうなり声が聞こえてくる。
どうですか。アイテムはないからな。そんな周りを道以外で、消えた。周りを見合わせてはない。さあ化け物、今度はどういう化け物だ。ここにいたやつは、あ、レスリーだ。レスリー、化け物をやっつけてくれ。私はもう非力な女子になっちゃったんで。この扉の向こうだ。この扉の向こうですが、セバスチャンがやってるか。でもまだこんな下まで降りてきないはずでした。あ、違う、血液。これ見ると向こうに集まっている。炎を出せば燃やせるらしいけど、炎は今ない。ひたすら扉の向こうに吸い込まれていく。何がある、見せたまえ。あ、逃げてる。ああ、レスリーの元に集まってるのか。でも最後の力で抵抗はしているようですが、レスリーも。はい、燃やす感じだね。ルビクは彼を支配しようとしているんだ。してるね。止めなければ。あれ、いけないのか、こう。でもなんか隠れられるところあるぞ。隠れながらやんなきゃいけない、これもしかして。ここは最終安全。いる。なるほど。普通の人たちを回避しながら。あ、でも斧ある、斧ある。斧あるならこちらのものよ。早く、あっち向いて。いや、こっち来るんかい。終わりだけど。はいはいはい、よし、いける。斧取って、斧取って、あー、見つかってる。斧取ったら、斧取ったら勝てませんか。斧って触れないんだ、触れないんだよね。はいはいはい、じゃ隠れるから、隠れるから待ってください。もう走れない、走れなくなっちゃった、走れなくなっちゃった。隠れたら助かりますか。バレてない、これバレてる気がするけど、バレてました。すいません、すいません、ちょっとそんなつもりなかったんです。あなたのことをバカにするつもりなかった。うおー、せい。よし、後ろを取ったわよ。お姉さんが後ろから引かせてあげるわ。素晴らしい。さて、でもまだいっぱいいそうなんだな、こちらは。こちら、こっちにはいない。瓶がある。瓶か、斧がいいな。斧がいいですよ。こっちにはいない。瓶取って、レスリーに直接触れるのはまずい。った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 。斧欲しいけど。知らん。今レスリーに触れちゃまずいかな。まずいですか。まずいです。ダメそうです。食らう食らう食らう。ダメージ食らってる。私も侵食されてる。ああ、見つかっちゃった。とりあえずこのおじさんを一旦レスリー側に、レスリー側に、バリン。レスリー側に行かせて、よし、走ってた。走ってったらこちらも走るってもんよ。彼は私の器。ダメダメ、私が支配するのだ。そんなことをしちゃいけませんよ。燃えろ燃えろ、ルビクよ燃えろ。でもなんか最終的にな、もう支配されてるというか、半分くらいは入ってそうな感じだけど、動きがなんか死んだ、誰か死んだと。燃えたけど、なんかこの人が、これでルビクを止められる。この人も一緒に行ったわ。リンクしていた。とにかく絵を燃やせば、ルビクの意識は何枚かの絵にね、絵になってこの世界に存在しているのかしら。めっちゃ揺れてる。ん？こっちは何でもない。これ何？箱だな。箱人間の絵にも見える。ああ、これか。お扉、スタッフオンリー。どのスタッフ？こちらは一応。レスリー、レスリー、どこにいるの？あ、待って、これ死生器だ。スタッフオンリーは隠し扉。ここには何か？あれか、あの破片があるかもね。この箱マークもあるし、あ、これだ。またかい、この赤と赤青きのやつ。探しましょう。はい、よし、オッケー。これでかけらが手に入ると。まあ、この部屋意外と見つけづらかったですね。ここら辺に、ここに青があって、あそこにね、16というのがあって、このね、絵のとこに14。全部絵かと思ったら全然違ったというね。で、そこに赤7と、ありましたね。
デレスリー君が先へ行ってしまった、先へ行ってしまったかもしれない。ヘイレスリー、よいしょ。またヘンテコな絵があるぜ。目玉。レスリー、レスリー。あ、こんなところに音楽が。新しい楽曲を追加してしまったぜ。こんなところは、あ、猫、にゃんこ、にゃんこスペース、にゃんこスペースがそこにあって、こっちは正規ルートかな。一応にゃんこスペースも覗くだけ覗くけど、座りませんよ。猫を膝に乗せたい気持ちをぐっとこらえて。でかあれだな、最初にというか、キットマンがね、目覚めた部屋に結構猫のね、ぬいぐるみとかあったから、猫好きということですかね。よいしょー、キットマンパワー、背筋強し。ん、あーっと、エレクトリカルパレードが行われている。まだ光ってないからリハーサル中といったところですか。しかし、リハーサル中はね、光ってないと逆に分かりづらいっていうか、目につきづらいから。まあ、見た目派手だけどね、この状態でも。だいぶ肋骨が成長してらっしゃる。さて、エレクトリカル、ちょっと待って、エレクトリカルしてる、こっちに来ている。どういう感じですか、あなたの挙動は。ギリギリ、ギリギリ、ギリギリすぎる。あまりにもギリギリすぎる。そこをどうやって通ったらいい。こっちはいないね。瓶がカラカラ。瓶がカラカラしてるが、まずこのままだと、このままだと、挟まれる、挟まれる、後ろに来てる、後ろに来てる。ここは、ここ待って、来てる。待ってくれ。まずい、エレクトリカルパレードの仲間入りをさせられる。仲間入りを。うお、危ない危ない。盛大に爆発するからね、こいつら。パーティー、パーティーの、パーティー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 、よし、間に合った、セーフー。あー、来るんかい、ちょっと。全然セーフじゃなかった。まあ、そりゃそうですよね。こいつらも最初からしゃがんでるようなもんなんだから。このくらいの通路は通ってきて、しかるべし。あ、なんか来てるよ。来てるよ。なんか、思ってる、早くないやつ。こっちには来ない。で、進む先にいる場合があるから気をつけて。さあ、いっぱいいる。この、ブラブラ、麻袋、これに当たらないように、ん、瓶があるか。瓶があれば、エレクトリカルパレードを誘発させることはできる。が、が、あ、そこに、必須アイテムがありますね。青い光に必須アイテム。ということは、向こう側に、エレクトリカルパレード開演。開演ですか？よし、開演した。で、さらに、これを拾う。何ですかこれは。ホテルのカードキー。カードキーの場所なんてあったっけ。まあ、いや、エレクトリパレードは開演したから。あと、どこへ行けば戻ってやるとこがあったか。まずいまずいまずい。これ、麻袋じゃなくて肉だ。冷凍肉。いや、向こうから来てる。なんだと。パレードが、パレード開催されてる。音に反応したか。そらまずいっすよ。こっから出れなくなった。でも、食事に戻ったのは一体いるが。どうなってる？この通路いける今。通路にいられたら、相当厳しいが、出る予定があるようです。通路に居座る予定はない。よし。あれ、こっちにそんなカードキーなんてあったかしら？ちょっと待って、一旦戻ります。カードキーの場所。カードキーね。こちら側にあった？こちら側にはない。向こうにある感じ？こちら？向こうにある感じがそこではないもんね。あ、向こうだな。向こうです。とりあえず今、エレクトリカルパレードを刺激する要素は、近づく以外にないはずだから。さて、でもここが意外とね、厄介。そこか？これか？これですか？いや、これ向こうだから。パレード、これどかさなきゃいけない派ですかね、もしかして。うわ、そうだ。どうする？こんなんどかしてたらバレる。え、あ、押し込む感じ？押し込む感じでバレてない、バレてない、バレてそう、バレそう、バレそう、バレそう。バレました、バレました、バレました。さあ、パレード開催、パレード開催。赤い目の光が、オウムが切れている。オウムの怒りが、
私を襲う。そこか、そこだ。来ている、来ているけど私も来ている。私の方が早かったよね。ピポン、完璧。こっち開き、逃げろー。パレードに巻き込まれる前に。よっしゃ、今なんかいた。ネズミか猫か。またこちら、なんと、お、レスリー、ここ行こう、ここ行こう。ホールド、動いちゃった。ここ行けるでしょ、ここはさすがに行けるよ。ダメ、ダメなんですね。これは壊せる。せーい、せーい。なんか、あ、この、待って、こう、ジョセフ来るんじゃない？そんな気がする。来いよ、ジョセフ。あ、違う。ぷい。開けてあげるよ。あれ、また下がってった。ジョセフ、今のは、今のは。いや、きっと、これ、ジョセフ、また下に戻っちゃったんじゃない？違う？大丈夫？まあいいや、私の目的は、レスリーだから。なんだ、ああ、またか、ここイラストが、やるしかないわ、ね、ルビクのイラストがある。ああ、でもここ波動が出てるな。ニセルビクとかいるか。ニセルビクはさすがにでもやばい。瓶があり、あの血の塊に当たらない方がいいのか。まあええわ。これ普通に行けそうじゃない？向こう側に、それ投擲、投擲すれば私の世界を作ったのは私だ。同じことしか言わない、この人。はい、しかしあなたを燃やすのはこの私。作ったからといって何でもしていいとは限らないのよ、ユミ君。学びなさい。あっと、大丈夫か。で、これをやると、あれ、まだある、もしかして。これもう一枚あるぞ。あっす、どこにある。そこら辺か。これだ、こっち側だ。こっち側にあります。いやん、いやん、バカン。あ、まずい、まずい、まずった、まずりました、まずりましたわ。ここ隠れる場所あったっけ。よし、ここは扉をロックできたよな。仕切り直していこうじゃねえか。あ、もしかして開けれる。無理やり、無理やり、無理やり破れる感じ。やった、諦めた。そして私はここで体力を全開させてもらうぞ。食らっても何度でも蘇える、それがキットマンのいいところ。この回復速度を見よう。パスミンははるかに上回る圧倒的回復速度。さあ、そして私は今斧を所持している。俺が何を意味するか分かるか、貴様だ。貴様、あ、待って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 、まだ一人。まずはお前からというわけだな。貴様が餌食となる。最初の最初の生贄、それが貴様だ。キットマンアタック。よし、だが他の人たちはどっか行ったから、これは燃やせそう。へい、ファイヤー。自分の絵を飾って越にしてるようではまだまだですよ、ルビキ君。あ、よし、これで解放。まだあるじゃん、奥に。ダメだ、そっちの絵に向かっちゃう。さて、でも波動が来ている。あの絵さえ燃やせばこの部屋は。2人いるんだよな、2人いる。どっかにまだあるんじゃない、斧とか。これは隠れられる場所。すっから行って、なんかいろいろ行けそう。繋がってんな、部屋。あっちの部屋に斧なかったかな。これがこっちの部屋に繋がって、ちょっと瓶はある。瓶は大事かも。とにかく武器の類を瓶拾って、そんだけか。斧が一番いいですが、あっと、あっと。君はこの周りをぐるぐる回るタイプか。タイプですけど、あら、まあ見つかっちゃったわ。でもこっち行ったらもう勝てないしね。勝てやしませんか。ダメですか。よいしょ。あ、ダメかもしれない、ダメかもしれない、ダメかもしれない。蹴る蹴る、えい、一旦蹴って離脱。
あー、ちょっと体力つきちゃった。ごめんなさい。今度は斧を持ってきたわよ。てかキットマンは斧と瓶両方持てるんですね。カスミンと違ってそこら辺は臨機応変で、あいつは向こうをうろうしてるだけだから勝利でしょう。これはダメージ食らわない。ちょっと若干のダメージを食らっているが、ここは相打ち狙いでも全然いいはず。ルビック君同じ近場の辺。何これは。ニセルビックの腕てか貫通してない。大丈夫。ああ何レスリーがまた乗っ取られている。うん、やはりまだ 50% くらいといったところか。うん、おっと後ろ外してくれた。自滅しおったぜ哀れな。大丈夫よ、もう安心して。多分銃手に入れたけど、またでこれで、ああまだ撃たない。安心とはレスリーを行かせてあげること。安全じゃない、早くこっちですね。ここは開いた。これ全テントのやつか。あーっぽいですね。やっとこう。よし、これで OK。 ここはなんと回数制限があったので若干考えなければいけなかったですが、レスリー君がウニャウニャ言っているのでこっち行こう。もう終わった。ルビックの絵はもうないか、品切れか。一応出口っぽいですが、ここは外には出られない。あいつが戻ってこないことを祈るわ。銃持ってるじゃん。あなたのためにもね、レスリー。銃は持ってるけど、でも弾なしなのでないものも同じ。鈍器として使うしかない。ドンキーコングですよ。あ、でも公園だ、例の。ここでそういう決断に至るのが、レスリーをルビックに渡さないために撃ち殺そうと。でも弾ないけどね。大丈夫。ここのさあ、でもここでまた、レスリーはお家帰れる、うん、電車に乗ったらレスリー帰れる。いいえ、今日は帰れないわ。こんな話してたっけ。僕を守ってくれる。ここは聞いたような。もちろんそれが任務よ。よかった、帰ったらきっとみんなビッグ。おお、ビッグ。ああ、なんかここでシステムが停止して、うん、これどっちかに傾いてたんだな、うん、50% 同士で量子化みたいな。観測するまでレスリーかルビックかわからない。やめろキッド。後悔するような真似はするな。え、ボス。分かってないのよ。彼が何になるか。どういうことだ。彼が何者かを知っているから彼を必要としているのだ。おわせわすちゃんじゃないのか。あなたはルビックの目的を分かっていない。ルビックは死体だ。お前が死体にしたんだ。彼の目的はレスリーよ。我々もだ。我々よりも彼を恐れるか。冗談はやめて。大事な任務よ。でも彼にこの子は渡せない。なんかすごくまた本編以上に複雑な状況になってる。ああで、ここではもうなんかよくわからないけど、そしてジョセフが、ジョセフたまらなかったはずなのに。なんてこと、ボスも絡んで余計変なことになってたのか。そしてジョセフは2度目のジョセフ殺しをしてしまったんだろうか。あ、目が座ってしまった。どっちだ、どっちになる。まだ確定していない。量子化状態、0と1が同時に存在している、そういう状態。うー、あ、ここはお家か。いや違う、 SDK ではない。セーブがあるけど、猫ちゃんはこれ待っててね。さて、でもこの後セバスチャンはまあルビックとねやるわけだけど、こっちはレスリーとやるということ。普通になんだ、あ、群がっている。ああ、波動だけで波動だけで余裕で出した。え、なんで一人残ってんの。あとどこに残ってない。失っている。彼を止めなければ。なんかいっぱい来て、くそ、なるほど。
ど、別に銃使えないもんね。なぜさっき弾が出現したのか、やはり石の力は偉大。でも瓶1個持ってるから瓶でなんとかできそうだけど、まずは瓶か。瓶で一網打尽に、みんな一気に端っこに、端っこだ。これでみんな行くかい。あっちの人も行く。うん、行くね。斧もあるから斧だけ拾っていくか。ここは走っちゃう。斧もらっていくね。もらってしゃがね、あそこ行ける。多分直接行っても、まあ、瓶も拾おう。2つ持てることは分かった。ここ行ったらいいことあります？なさそう。ただの隠れ場だった。まずい、奴らが戻ってくる。まだ瓶は使えるけど、戻ってきてるか。一旦レスリー君、いや行けない。お前どいてください。連打だ。キットマンパワー、筋肉を。おーふーん、くそ、ゴミ箱が邪魔。えい、そして腕をちぎれ。そうでもなかった、ちぎる必要ない。鍵ないけど大丈夫。なんだ、我々の質問に答える。ボス、何を恐れている？ボスも焦ってるか。何に怯えている？いや、怯えてるのはそっちかもしれないぜ。我々が君の心の穴を埋めてあげよう。いや困るんじゃないの？かつての無意味な人生に戻りたいのか。そんな必死になって、与えたことを恩に感じていないのか。いや、それは感じてるけど、それとこれとは話が別。君に新しい人生を与えたというのに、なぜ我々に背を向ける？なぜ我々の側に立とうとしない？悪いことをしようとしている人がいたら、それを止めるのが私の仕事よ。だって警察だもの。めっちゃ笑ってる。なんか読める。でもセバスチャンの姿を借りて、いろいろ。黙って。早くどこか消えて。あお。一撃。ボスとはもう一緒にはいられませんよ、あんな男。さて。でもまあこの感じ、あれ道が変わったか。ボスと最終決戦はボスになるのかな。こっちはメビウスの狩猟と戦って、そこね、メビウスにちょっと打撃をね、打撃を与える。やっぱりね、今のままではヤバい組織なのは変わらないからな。まずは一旦やっつける。そういう感じで、ここに何かあるぞ。どちら様？違う、これ出現させてよかったやつ。装置につながれた患者が死んでいる。大丈夫。ドクター、これはどういうことだね。問題が起きているか。あなたが彼にしたことが起因しているのかもしれません。推測ですが、ルベンの意識がステムの中に残存していて、中に入ろうとするものを攻撃していると考えられます。まあ実際そんな感じでしたね。これは許されないことだ。早く対処するのだ。ここまで来て全てを無駄にされてたまるか。なるほど、ルビックが、出現しているのは最初からステムの中心にいた。うん、それは何だ。邪魔はさせない。でもルビックが出現していたのは、あのメビウスにとっては想定外だったということね。閉まっちゃったけど、あ、開いたのか。で、なんとかしようと焦っていた。それでまあ一応ね、キッドマンも送り込まれているわけですが、やはり自分ではルビックに会いたくない。ケツの穴の小さい おじさんだったな。ビビリおじさん。そんなやつに任せられないぜ、この世界は。昔からこうではありませんでした。幼少のトラウマにより緊張病性的行動を見せるように、うん、彼の目の前で両親が殺されました。あと姉もね。データを見る限り、脳波のシンクロはそのトラウマと関係していると考えられます。この場合、肉親を失った経験と一致しています。これではダメだ。多くの人に対応させるために根本的に何かを変えないと無理だ。でもルビク、自分の両親なんか自分でやってなかったっけ。まあ、だからトラウマは多分ね、姉のラウラのことだけだと思うけどね。で、これはここは進むだけか。だんだんいろいろ明らかになるかい。さあ、ボスがどこで出てくるか。ボスには注意しろ。絶対邪魔してくる。もうこうなってくると、ああいう小物はなりふり構ってこないからな。走っていい？いい。
ちょいちょい暗いっすね。それなんか血の塊がある。これはまた新しくも見える。こっち行ける。待って、ちょっと気になっちゃうから、いろいろあるぞ。あります、研究データが。あ、これはちっちゃいモデルだ、ミニチュア。正常な人間をステムに送り込めばルベン、いやルビクを阻止できるかもしれません。システムを熟知している自分なら、もしかして。いや、それは無茶だ。これ以上のリスクは危険すぎる。ああ、そういう気で入ってきたのか。経験のない人間を送り込む、それでは生きて帰ってこれる保証はありません。ではそういう人間を見つけるしかないだろう。なるほど、それで、おっとボスが残ってる。そういうことなの。ちょっとボス、信じていたのに。ボス残ってるぞ、蹴っていい。あ、待って、今ダメージ入った。ボスにダメージ入ったぞボスから血が吹き出た。なるほどね。あのジョセフやセバスチャンだけではなく、キットマンすら捨て駒だったということなのか。で、正常な人間をね、送り込んで生贄にしていたわけね。で、このバスタブアレード、他には何もなし。あれ、こんだけ。このバスタブに何かできるわけじゃない。でもちょっとあのボスに一発この蹴りがね、入ったのは嬉しかったですね嬉しかったが、これボスに何かしなきゃいけない感じかな。あ、これだ。ここにバスタブがあるか。違う。ん？なんか死体がたくさん吊るされておる。水が滴っておる。これを出現させたことに何の意味が。ただグロいだけ。悲しい死体。このモヤモヤが消えてないな。ボスの加齢臭がまだ残っている。あ、ここに。なんだこれは。これは何。これはボスの心の中の汚れ。汚れすぎ。まだ何か表すそう。こっちか。あ、溢れている。ボスの汚れが溢れているぞ。あー、肉の塊。何、今度はどこだ。あ、これ最初にセバスチャンがいたとこじゃん。最初に落ちてきたとこ、ってか捕まってたとこだね。これ捕まってて、最初ね、ここにチェーンソー男がいたけど、こっち行ったらいる。いない。箱がある、解いていこう。これもつけるやつ。いや違う、これはどっかにヒントがあるやつだ。 OK、 これでかけらを久しぶりに。7、だいぶ番号空いた気がするが、あった場所はここでしたね。ここに箱がいっぱい積み上げられていて、奥にね、ありました。ここはなんか行ける。行けちゃったけど。あ、階段裏か。階段裏は特に何かあるわけではない。で、まあ、チェーンソーマンも、追っていったね。あーっと、セバスチャン、ここに来ていた。来ていた。チェーンソーマン追っていった後だから、今はいないということですね。で、セバスチャンが開けたから私も開けてる。センキューセバスチャン。相当ね、相当というか一番最初ですからね、ここ。この世界に取り込まれていた。ここから、ということはここから先は見たことある道だが、でも、ルビックのことだから、変えてくる可能性もある。あとボスね。友情。さあ出た懐かしのアトラクション。これでもこれ踏まなきゃ稼働しない感じだったし。安全かい。安全じゃないです。なぜですか。大丈夫だった。で、セバスチャンこっち行って肉の滑り台を滑ったけど、私は普通に行ける。ミンチにされることもなかった。さあここから先は未知のエリア。セバスチャンは下、私は上。一体何が待ち構えている。それキットマンパワー。あ、いた。そして、おお、なんだ、構造が変わって、どうもボスっぽい気配。無駄よ、私を止めることなんてできない。
なんか一番狂ってるのが実はボスだったとかそういう話か。小物感がだんだん出てきた。一応レスリーの影を使ってあえておびき寄せてる感じかな今。だがこの世界に直接入ることをビビっている金玉の小さい男では何もできねえぜ。ここ行けばよし。さあ、あれこれ上、あ右か。一応覗いて、あん大丈夫、安全をチェックしてくれ。あれは何、特殊な扉。おう、ガン持ち。でもなんか開けてくれた。なぜ向こうに用事があったのか。瓶と斧を持っていますが大丈夫か。でもまだ斧あるな。斧あるから補充できるならここで一発使っていこう。行きたいところですか。いますか、いますか。いや鉢合わせしそう。大丈夫、よし行ける。銃くれ銃。ついでに私があなたの手からその銃を奪う。なんだと